はい、えー、こんにちは。そっか、軸の久保でございます。えっと、9時を過ぎましてね、1時間の方いかがでしょうかブレイクを大きく取ったと思います。えー、まず最初にブレイクしたところをもう一回おさらいしときますね。一回ここでブレイクして、またね、トライアングルの中に引っ込んじゃったんですよ。でも、上昇の方のブレイクを信じて待っていると、まあやっぱりブレイクしてね、上の方に行きまして、で、ちょっと遅れてもね、このヒゲ、このヒゲのあたりで、 えー、バイでエントリーできた方はラッキーだったんじゃないかなと思いますあと一つ朝の解説を申し上げましたけどもこれね今度ねブレイクしたらレンジの方にも入るんですよ同時にだからこの黄色いラインを残しておいたんですけどもそうなるとこういう風に上程と過程が引けるんですねその中でさらにですよこの辺りでバイこの辺りでセルっていう風にいつも申し上げてますけどもそうなるとですねちょっとごちゃごちゃしてはきたんですけどもこの図がね えとここ突き破ってブレイクした時に同時にこうさらにねこのレンジを意識できていれば上の方に向かうことがあ考えられるんですよね、まあ、ですので十分ここのヒゲのところまでは取れたんではなかろうかと思いますただここでね一旦下に下がっちゃう流れができましたんでこのレンジの中とはいえね、えー、ちょっと決済しとこうかって気持ちになるのも分かりますだからそこで決済できればあまあ御の字ですよ で今回このレンジもなかなかね意識できてなかった方もいると思いますんで言われたらあそうかってなるんですけどもねで,でもここでもう一回押し目を作ってさらに上昇した時に上昇した時にですね実際上昇したんですけどももう一回この矢印のところヒゲのところでねエントリーができればもう一波動を取れたのかなっていうところでここに至るわけですよさあそして全ての補助線消しますよ えと,とにもかくにも今週はレンジに入るということで今朝も解説を申し上げてましたけどもレンジを一気にクリアしちゃいましたねそれでちょっと超えてますんで一旦ここでポジションを解除しましょうポジション持たれてる方は私はもうこれ解放した方がいいと思いますその上でですねまたこのレンジの中に戻るようであればレンジ戦略を取っていきますでも戻らずにこのまま上の方に突き抜けていくようだったらあちょっとこれレジサポ転換になりますんでね サポート転じてレジスタンス。つまり、上態が今度過程になるってことなんですよ。ね。えー、つまり、仕切り直しが必要ですから、ポジションを取らずに、もう一回、えー、見直していくってことになります。で、今、こうやってね、冷やしを重ねますけども、デイリーを。どうですかね。うん、あの、高値圏でヘッドショルダーにならなかったんで、ダブルトップってのは、それに比べると、そんなに強い下落を起こさないんですよね。 で、しかも、あの、週足でも確認させてもらったように、3つの陰線が徐々に下髭を出してですね、下髭が大きいでしょ上髭がどんどんちっちゃくなってるでしょつまりは下に行く勢いがそんなにないよ、そがれてるよってことなんですよ。ですから4本目は、本来ならサンバガラスの後だから、あの、陰線が続くはずなんですよ。あの、坂田候補で行けばね。 陰線が続くはずなんですよ、4本目は。でも、私、あえて言いましたよね。このヒゲを組み合わせて考えたら、陰線は続かないと。むしろ、今週は陽線になるんじゃないかなってことで、今、陽線を作り始めてますよね。とここまでは私の筋道通りに行ってるな、というところでございます。ですので、もしかしたらね、えっ、ー、と、もう一回デイリーに戻しますけども、えー、この形は、エリオット波動ではないんですけども、それに類する形として、これから調整波を終わらして、推進波を作ってですね、 えっと、こちらの方、つまり130円、131円、この辺りを抜けて、もしかしたら132円、133円の方面へ、えー、円安の方に進むのかもしれないなというふうに、今週は見ております。 えっと、ここまでで予測がうまくいったところと、それを組み立ててこれから予測するところとお話ししました。はい、今晩 FX オリガルヒ、ぜひお楽しみにご覧になってください。えー、このぐらいのレベルでね、解説していきますんで、ぜひついていってほしいと思います。